着替えちゃったんですけど。じゃあオープニングの衣装が今回のね新衣装なわけですけど、この B2 のための衣装なんですけれども、めちゃくちゃに可愛いのでがもう衣装だけでも見ていただければなと思うんですけれども衣装だけでもぜひ見に来てくださいっていうぐらいには可愛いので、お気に入りですね。お、衣装図鑑、そうだ、昨日ん一昨日か26日に NMB48 から衣装図鑑が発売されました。イエーイ、めちゃめちゃたっぷりでしょそう、初の衣装図鑑が発売されたわけですけど、そうなの、なんとなんとケイトちゃん表紙です。あそう、ぜひぜひいっぱい見てほしいなと思います。なんかね、あんまり着ない衣装とかも衣装図鑑、衣装展に合わせて出てるので、それこそ私は僕だって泣いちゃうよの、あの衣装を着させていただいてるんですけど、僕だって泣いちゃうよってもうほとんどライブとかでもあんま着る機会が少ないかって、少ないので久しぶりに来たなって感じなんですけど、そう、めっちゃ可愛い、僕泣き可愛いですよねお気に入りですよ結構そう、それもさやかさんの衣装っていうとんでもない衣装着させてもらってるので、とかインタビューがあったりとか、そう、そんな感じで、そう、さやかさん衣装です、唯一デザインが違うやつ。待って、これ見てない人もいるのかごめんなさい、見てない方は聞かなかったことにしてください。衣装図鑑も見てね言っちゃった、ごめんなさい、ね、分かってる、出てる写真でちょっと分かってる方もいるかもしれないけどごめんなさい。見てさ分かるのとさ分からないものもありますよね言ってしまいました。そう、自分の衣装もあるんですよ、オリジナル。でもあれね、あの僕だって泣いちゃうよの衣装、あの僕だって泣いちゃうよ期間あの期間の歌番組とか以降来てないね、来てない、それ以降来てないと思う。ライブとかも他、その他でも一回も来てない。今来たら着れるのか過去の自分の衣装入るのかっていう問題やけど、まあ入りますよ、着れると思う。他の衣装、あのパステルカラーのやつとかもう、制服とかもずっと小学6年生から変わってないっていう、成長、まさかの成長してない問題そう、そうなのね。そうだから、この間もライブで制服が邪魔をするの衣装を着させていただいて、4年前ぐらいにも誰かのために公演にアンダー出演させていただいて、またぎ出演か、またぎ出演させてもらってて、それで着てたことがあるんですけど、その当時の4年前の衣装やってすごいすごいチンチクリにはなったんですけど、そう、いけるかなと思ったらいけてしまった。
そう。そうなのね。びっくりよね。懐かしい衣装がいっぱい載ってると思います。衣装図鑑にも。あんまり着ない衣装たちも衣装図鑑で見れちゃいます。衣装図鑑と衣装展もあるので、年明けには。年明けになりますと、なりますと衣装展があって、はい、衣装も展示されてたり、お渡し会もあるのでね、その衣装図鑑。ケットは1月の13日に江別田さんの方にいるんですけど、もしよろしければそちらでぜひお買い求めくださりまするとよいかと思います。嬉しいかと思います。そう、年始にはその衣装店やってたりとか、お渡し会やってたり、衣装関連系がいっぱいありますから、そう。でも衣装店とお渡し会の期間がちょっとだけ被ってるんですよね、多分。だからお渡し会に来ていただいて、そのまま衣装店の方へ歩いていくというコースがすごいおすすめのコースとはなってますね。はい、おすすめかと思います。最後の2日間、それがいいんじゃないかなって、まあ思うんですけどね。まあそんな感じです。はい、そうなんですよね。衣装店の方がちょっと長めにやってますので、ぜひぜひ。どんな感じなんでしょうね、衣装店。ケットも分かんない、全然。寒いここケット、最近めちゃめちゃほんまに頭おかしいんですけど最近っていうかな、元からやけど、最近寒いのに薄着でいて、ほんで寒いとか言うんですよ。めっちゃ嫌ですよね、これ。じゃあ上着てってなる話なんですけど、上を着るのはちょっとめんどくさいということでそのまま過ごすんですけど、それは寒くて嫌で、エアコン暖房とかであったかくしてほしいんですよね。嫌のに空気が寒いのが嫌本当に。だからさ、ナンバライティ公園とか、お腹出て足も出てみたいな、もうほぼ布ない衣装なんですけど、それ着ながらもうめっちゃ寒いんです。そんな、そう、でそれで上着たらいいのに、それで寒いとか言って上着てもすぐ脱ぐわけですよ、もう。だから寒さに慣れとこうとか言うつもりで来てるんですよ。いきなりあったかいところから寒くなって動けないからね。だからそう、寒さに慣れようとして、極力だから公演前は半袖で、今もこう半袖で過ごしてるわけですよ、上も着ずに。でも寒いんです寒いねんな、どうしたらいいこれ。でも上を着るということはあまりできない、直前まであったかいということは、体が固まって動かないから。でも今寒いそう、ほんまにどうするべき。これどう。あ、カイロね、カイロいい。あ、カイロいいね、確かに。カイロ持ってくればいいのか、そうしようそうするか、カイロにしよう。
確かに、あ、それ賢い。なんで思いつかへんかったやろそれ。寒いね。ねえ、帰ろうね。あーね。あとケイトが冬に好きな行事は冬にケイトの好きな行事はケイト手が冷たい人なんですよ。結構だいぶ冷たいタイプで、ほんまに氷かと思うぐらい冷えてるんですけど、これをあの人のこう首にパッて当てる、これは楽しいですよ楽しいっていうか、あのいいです、あったかい、あったまるからね。こことか、あと何、肩とか出てたら肩とかね。そう、寒いし、そういうの、そういう感じやられ、でも自分やられたら嫌ですけど寒いからやめてってなるけど、ね、そう、自分がやられるのは嫌なんですけどかわいそうよね、だからそうだから嫌がられるんですけど、まあでもそのなんか嫌って言ってる反応がおもろくてやっちゃうそうそうそう、あの反応が見たいだけ、やめてって。でもよくないよねこれ。でも冬になったらやりたくなるじゃん、なるじゃん。冬の定番行事といえばお正月、クリスマス、それや並ぶぐらいにはね、やっとかんと冬感じれへんし、だからそれの専用の人を作ってほしい。それされて平気な人耐性ある人、そうたまにいるじゃないですか、冷たさを感じないみたいな、もう無の感じでいける人そういう感じで、自分とかもここもう触りたくない、本当はこの首とか触りたくないし、ギリほっぺ、ギリほっぺ、これがギリ、もうこことかこうしたら出てんだよ、寒い、想像するだけで寒い。ホップも嫌かも、ね、そうほんまに冷たい自信あるわけやった。手でも手より足の方が最強足の方が冷たい、足はもうカチカチ凍ってます。そうカチカチ、足はあのね、家にいる時とかは人の足で足を温めるっていう、そう結構あったかい。そうね、ちゃんと温めながら、寒さに慣れながら公演やってまいりますので、今日もどうぞよろしくお願いします。ではランキング見ます。13位なりおさん、ありがとうございます。12位ミスターミッチさん、ありがとうございます。11位さとくんさん、ありがとうございます。10位ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。9位なんちゃんさん、ありがとうございます。
8位加藤オーナーさん、ありがとうございます。7位ホリッチッチさん、ありがとうございます。6位クニアさん、ありがとうございます。5位佐藤さん、ありがとうございます。4位ササキングさん、ありがとうございます。2位じゃなくて3位、1つ2つ3つさん、ありがとうございます。2位ガチの釣りさん、ありがとうございます。1位がライフさんです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、コメントをしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。じゃあ行ってまいります。